舞台無人島に生きる16人に出演させていただきます稲葉ひかるです。よろしくお願いします。今回ビジュアル撮影ということで、今絶賛顔が汚れてると思いますが、今日はね海の中でのシーンだったり、あとはもうなんかキービジュアルな撮影だったりとかをいろいろさせていただいたんですけど、この舞台は無人島に16人で遭難してしまうという作品なんですけど、その中での人間模様を描いていく作品なんで、そのをどうやって舞台上で表現していくかっていうことが肝になってくる舞台なんですが、その中で歌って踊ってお芝居して、みんなで16人で力を合わせて舞台を成功させていきたいと思うので、皆さん楽しみに待っていてください。柳瀬大輔です。今日撮影があったんですけれど、まだ稽古前で完成台本もいただいてないので、まだ全容ははっきり見えてはいないんですけれど、スタッフさんといろいろディスカッションしながらイマジネーションを膨らませて、役のイメージの写真をたくさん撮りました。皆さんも、この映像を見て、想像力を働かせて楽しみにしてもらえたら嬉しいです。この作品無人島に生きる16人、実際に明治31年に16人の日本人の方々が太平洋の、ハワイ諸島の本当に草しか生えていないような無人島にたどり着いてサバイバルをして、全員無事に帰ってきたという実話です。フィクションの時とそんなに役者として舞台に挑むアプローチはそんなに変わらないつもりなんですけれど、やっぱり元になる方がいらっしゃった実話ということで、その方たちに失礼がないようにもう一つネジを一本締めて、全身全霊で、挑みたいと思います。この舞台は4月下旬に新宿のスペースゼロで上演されます。実はですね、私が19歳の時劇団四季に入る前に初舞台を踏んだのがこのスペースゼロだったんですね。19歳だから10年前ぐらいですかね。再び舞台に立てることを楽しみにしています。皆さんお待ちしてます。10年は嘘です。あ、素敵。舞台無人島に生きる16人出演させていただきます加藤康久です。たった今、ビジュアル撮影が終わったんですけども、なんかこうめちゃめちゃイメージが膨らみまして、稽古がすごく楽しみになりました。そうですね、男性キャストのみということで、まあもちろん見知ったメンバー、これまで共演経験のあるメンバーもいるし、初めての方もいますし、まあ、僕としてはその男性キャストだけのこの舞台空気感というのがどうなるのか、もう稽古ももちろんそうですし、本番それがどうお客様に届くかというのがとても楽しみにしております。ぜひとも劇場でお会いできればと思っております。以上、加藤康久でした。